オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は11月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは11月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。フランス南部バイヨンヌのモスクで銃撃事件、容疑者は元国民戦線候補者か。10月28日月曜日、14時30分から15時頃にかけ、フランス南西部の都市バイヨンヌのイスラム教のモスクの敷地内で男が銃撃し、モスクにいた74歳と78歳の男性2名が重傷を負いました。男はその後逮捕されましたが、元国民戦線、現在の国民連合の候補者だということです。現時点ではテロの可能性は分かっていません。台所で見つかった絵画、なんと約29億円で落札。10月27日日曜日、今年の9月末にフランス北部の町コンピエーニュの住宅の台所で発見された13世紀に活躍したイタリアの画家チマブーエの絵画あざ笑われるキリストが、落札予定価格のおよそ5倍にあたる2400万ユーロおよそ29億円で落札され、世界で最も高価な額で落札された中世の絵画となりました。ラグビーワールドカップの決勝、主審は初のフランス人。10月29日火曜日、11月2日土曜の決勝戦、イングランド対南アフリカの主審をフランス人のジェローム・ガルセス氏が務めることになったと発表がありました。フランス人の審判がワールドカップの決勝戦の主審を務めるのはラグビーワールドカップ史上初です。フランス、11月からガス料金、タバコ値上げ、失業保険制度改正など、11月1日金曜日よりガスやタバコ料金が値上げされ、失業保険の受給資格などが改正されました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はフランス、11月からガス料金、タバコ値上げ、失業保険制度改正などです。11月1日金曜日よりガスやタバコ料金が値上げされ、失業保険の受給資格などが改正されました。フランスの失業保険の受給資格は、今までは最低でも過去28ヶ月の間に4ヶ月就業したことが前提でしたが、11月1日から施行された改正法により、過去24ヶ月の間に6ヶ月以上就業に変更されました。ただし53歳以上の受給者の対象期間は過去36ヶ月の間と据え置かれます。しかし受給資格を厳しくする代わりに、失業保険の最低受給期間が
4ヶ月から6ヶ月に延長されました。受給できる期間の最長は現状の通り53歳未満で2年間、53歳以上55歳未満で2年半、55歳以上は3年です。また、今までは失業者が失業中に1ヶ月働くと、1ヶ月または150時間失業保険の受給期間が延長されていましたが、今回の改正で最低でも6ヶ月就業しないと延長されないことになりました。職を失うまでの税引き前所得が月々4500ユーロ、約54万4000円以上の支給額は現在の支給額から 30% マイナスと大幅に減ることになります。ただし最低支給額は2261ユーロ、約27万3000円に設定されています。今回の法改正の目玉は、これまで失業保険の対象外だった事故の都合による退職者及び個人事業主にも失業保険の権利を認めたことです。もちろん事故の都合による退職者に関しては誰にでも支給されるわけではなく、指定された条件を満たしていなければなりません。対象になるのは、退職時に同じ会社で5年以上就業していた人のみで、さらに異業種へ転職するための研修受講計画か企業への事業計画などの提出が退職前の申請時に要求されます。11月よりガス料金は 3%、 タバコは1箱約53チーム、約60円値上げされました。成年身体障害者手当は 4.6% 増額され、現在の860ユーロ、約10万4000円から900ユーロ、約10万9000円になりました。受給対象者の収入にもよりますが、増額の対象になるのは20歳以上であり、かつ年金を受給できる年齢に達していない未婚の障害者のみです。昨年可決された農業に関する商いにおける習慣や食品の安全や持続性及び公平性関連法、エガリム法の中の義務教育の学校給食に関するルールも改正されました。その項目の一つで決められた週1回のベジタリアン食、菜食の導入が11月からいよいよ義務化されました。さらに同法により、来年1月からは給食で用いる使い捨てプラスチック容器などの使用が制限され、まずはペットボトルに入った飲料水、ストロー、使い捨て皿などの使用が禁止されます。今回はライターのマダム加藤さんにご執筆いただきました。マダム加藤さん、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。フランス。Prix du gaz et du tabac en hausse à partir de novembre.Révision du système d'assurance chômage. Vendredi 1er novembre, le prix du gaz et du tabac ont augmenté et les conditions d'admission à l'assurance chômage ont été révisées. Avec la nouvelle réforme chômage, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois contre 4 moisSur les 28 derniers avant la réforme, sauf pour les plus de 53 ans où la période de référence restera de 36 mois. Toutefois, en contrepartie de ces critères plus rigides, la durée minimale d'indemnisation passe de 4 à 6 mois.
Quant à la durée maximale, elle demeure de 2 ans pour les moins de 53 ans, de 2 ans et demi pour les 53-55 ans et de 3 ans pour les plus de 55 ans. Autre changement, jusqu'à présent, si un demandeur d'emploi travaillait au minimum 1 mois ou 150 heures, sa durée d'indemnisation était prolongée d'autant. Dorénavant, la période n'est prolongée que s'il travaille au moins 6 mois. De plus, les salariés ayant eu un revenu supérieur à 4500 euros bruts par mois avant de perdre leur travail, verront leur indemnisation réduite de 30% avec un plancher minimum à 2261 euros net. La principale caractéristique de cette réforme est que les démissionnaires et les indépendants, qui n'étaient pas couverts par l'assurance chômage à ce jour, se verront désormais accorder le droit à l'assurance chômage. Il va de soi que les gens ayant démissionné de leur propre chef ne recevront pas tous une indemnisation. Il leur faudra remplir certaines conditions. Seules les personnes ayant travaillé pour la même entreprise au cours des 5 dernières années et ayant un projet de reconversion professionnelle ou de création, reprise d'entreprise, avant de démissionner, pourront bénéficier d'une indemnisation. Vous pourrez trouver les détails sur le lien suivant. À partir de novembre, le gaz augmente de 3% et le prix du paquet de cigarettes d'environ 50 centimes. L'allocation adulte handicapé est revalorisée de 4,6%, passant ainsi de 860 à 900 euros par mois. L'augmentation s'applique en fonction du revenu du bénéficiaire et seulement aux personnes non mariées, âgées de 20 ans ou plus et n'ayant pas atteint l'âge de la retraite. De plus, les règles relatives au repas scolaire pour l'enseignement obligatoire dans la loi Egalim, adoptée l'an dernier, ont également été révisées. Pour rappel, la loi Egalim est la suivante. Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Dès le 1er novembre, les cantines scolaires doivent proposer désormais un repas végétarien par semaine en vertu de cette révision. En outre, la loi restreindra l'utilisation des contenants en plastique jetables utilisés pour les déjeuners d'école à partir de janvier de l'année prochaine, en commençant par interdire l'utilisation d'eau potable contenue dans des bouteilles en plastique et autres produits en plastique comme les pailles et la vaisselle jetable. セバスチャン先生、ありがとうございました。学校給食でベジタリアン食が義務化されるというのは、いかにもビーガンなどの菜食主義が盛んなヨーロッパという気がしますね。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは、経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日
世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師・スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。